はい、どうも皆さん、こんにちは。橋田剛です。今回は、久々ですね、動画、YouTube 自体。まあなんか最近はなんか、友達のね、動画とか、音楽とか、ちっちゃい映画みたいなものとか、まあなんかいろんな、あとなんかちっちゃい投資なんですけど、とかいろいろなんか細かく、こうやってて、でまあなんかどうしてもね、こういうあれなんで、時期なんで、家でね、在宅で、パソコンで、やってて、で寒いしね、外出たくないし、みたいな感じで、やってて、まあそれでほとんど仕事してたんですけど、でなんか今回今ちょっとね、こう車なんですけど、でなんか知り合いのつてで、なんか運転手やってくんないみたいな感じで、まあなんか、まあとある仕事やってる、あれ方で、まあその案件で、ちょっと回るんですけど、自宅っていうかね、そのお客さんの方をね、まあそれで、まあ駐車して一回自分で運転してとかっていうリスク、事故るリスクとかよりも、ちょっと運転暇だったらやってくんないみたいな感じで、ああいいよ、みたいな感じで、で今来てます。ここはどこなんだろうな。まあなんか豊島区の、ですね。豊島区の目白の方っていうか、あっちの方に来てます。で、今やってるんで、駐車時間で空いてるんで、今日暖かいから、ちょっと車の中でね、撮ろうと思ってやってます。で、なんかしばらくはね、こういう感じで、まあ在宅も含めなんですけど、こういう仕事も増えて、やっていこうと思ってるから、手伝いで。なんで、この車の中で、パッて撮れて、やれるのいいなと思って。で、あれなんで、ちょっとここから、まあ喋るだけなんでね、メンタルアーコー。をアップしていきたいなと思います。で、なんか今日、まあ、この車に乗るまでで、まあ、どうしてもね、僕電車乗んなきゃいけないんで、ここのね、知り合いのとこまで来るのに。で、電車乗ったんですけど、で、なんか朝だったんで、なんか満員電車っぽい感じ、すっげー久々だったんですよ。10年ぶりぐらいじゃないですけど、5、6年、10年じゃないけど、ほんとこう、コンスタントに乗ってくっていうのが、やっぱり、まあでもこういうね、在宅、まあみんなリモートで今家にいるとはいえ、若干混んでるんですよ。ね。わかりますよね。混んでる感じ。で、なんかみんな下向いて、もう携帯いじって、寒くて、もうマフラーも外さないで、なんかもう、チャックも全部閉めて、もう、閉ざしきって、クローズしまくってるんですよ、気持ちを。で、僕もなんか、ここ2、3日の話なんですけど、で、こうやってね、楽しいことあって、ね、なんか映画とかやっぱ今後、将来の夢としてはなんか作りたいなと思ってたりとか、まあ飲食店、復活したらね、やりたいなと思ってるんですけど、でもなんかそんな中、あんな感じの空間にいて今日、なんか、まあ、バット入るってなんか死後かもしれないですけど、なんかもう、やったーってなるんですよ、なんかどうしても。そのメンタル的なものが、負のオーラっていうか、なんかその疲れてるつまんないオーラみたいなもので、やりたくないもの、もうみんなオーラ。まあ仕事なんてやりたくないことやるからお金もらえるんですけど、まあそうじゃなきゃ起業してね、自分でやればいいんだけですけど、とはいえ、まあそんな全員がやりたくないじゃなくて、まあつっても朝のさ、ああいう雰囲気の満員電車って余計なものじゃないですか。そのオーラがもうすごいのよ。だからなんか、こうなってるものもこうなるっていうか、だからなんか、今日ツイートでつぶやいたんですけど、なんか満員電車とか、まあそれこそ労働っていうか、その、やりたくないこと、やりたくないことをするしかねえけど、それでメンタル夢を忘れるなっていうか、落とし込むなって僕は呟いたんですけど、ほんとそれ、自分でも思ってて、すいませんね、なんかちょっと周りに人いたら敏感で、恥ずかしくて、なんか今ではまあこう、テレビ電話してるぶってやってるんですけど、実は動画撮って大丈夫ですけど、でもほんとそれで食われちゃダメなんです。だからそう、メンタルハーコーって、ハーコーじゃねえかもしんないけど、まあ、ふと、まあ、僕はそういう呟きあったら、はって気づいて、いや、ぶちかまさなきゃなって思うし、やんなきゃなって、思うから、だからその後は、みんな動画見てる時間とか、テレビ見てる時間とか、その、砂糖食ってる時間とかを、こう、削いで、やらなきゃいけないこととか、やりたい、こう、本当にやりたいことをやりやすい環境にしていってやるっていうのは、その後のメンタルの話ですけど、そこに至るまでに、そういう状況、環境があると、もう、家帰って、時間あって、風呂入って、くつろいだ後もやりたくなくなるよ、なんか。明日もあれか、みたいなメンタルになるでしょ。だから、良くねえなと思って、まあ、僕も含め、自分に言い聞かしたいのも含め、今日はこうやって動画、ちょっと一本目絶対撮りたいなと思って、あれ出した。で、とにかく、労働とか、その、満員電車とか、雨とか、つまんねえやつの周りにいたりとかのメンタルで自分の夢を失ったら、超くだらねえじゃん。そっちがメインだった。まあ僕だったらジャスティン・ビーバーに会いたいって、テイラー・スウィフトと付き合いてえなとか、思ってたりするんですけど、なんかそれって次へ楽しいファンタジーな夢じゃないですか。アメリカのディズニーランド行きたいなとか思ってるんですよ。思ったりするじゃないですか。来月とか、早くコロナ終わってとか旅行でとか行きたい。でもなんかそれが、そういうメンタルだと、なんかもう旅行とか行かなくていいやみたいな。とか、
なんじゃないですか。だから美味しいもん食った時って楽しいじゃん。うん。だからなんかつまんねえことは絶対あるじゃん。あるけど、それに飲み込まれて、ベースもつまんなくなるなって思ったって感じです。うん。ってことで、もうこのメンタル箱はもう、毎日日のブログ、僕、勝間さんが好きでね、毎日7時に上げてるんですけど、僕は9時に上げ、9時に上げようかなって書いてね、ちょっとだけ編集してね、うん、と思うんで。ってことです。なんか、そういうものに飲まれないで、一緒にやってこうぜっていう毎日。俺もやれてるから、俺はやれてんだから、みんなも やれよ。みたいな、そういうなんか上からの、もう500万、1000万、月稼いでますみたいな、そういうことじゃない。貧乏なんだから、一緒に。一緒だから、もう俺も。だから、ね。やらない。お金持ちの方も聞いてください。もう本当お願いします。ということで、はい。勝間さんが好きで、毎日深夜やってね、すごいフレームワークみたいなね、すごい、面白いの上げて、もうすごいいいんですよ。それに感化されて今日僕動画上げてるんですよ。だからいいでしょ？うん。だからみんなも、僕も毎日動画上げるから、みんなも毎日プログラミング勉強するとか、ツイッターでなんかやるとか、インスタでなんかアップするとか、YouTube でアップするとか、ね、将来の服作りたいとか、そういう動画作りたいとか、そういう、なんか、何かに当ててください。うん。僕もこれ、こういう隙間時間でこうやって、車に乗っかってる時間の、この空いてる時間、待ってる時間でやってるんで、それをなんかみんなで毎日更新して、三日坊主にならないように、一緒にくっついていくし、くっついてきてください。ということで、7分経っちゃったんで、だるい長い動画になるとめんどくさいんで、あれなんで、最後のなんか決め言葉言いまきます。メンタル箱 M、橋田号の MH、MH。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。また明日、三日坊主にならないように撮りたいと思います。ということで、ね、またね、バイバーイ、ウインカーつけます。カチカチカチ、なんてね。橋田号でした。じゃあね、バイバイ。失礼します。